今日の YouTube に上がっていたシックススロークロール応用のアイデアについて、手の移動はどのようにやっているのか実演していただきたいです。あ、こういうやつだな。シックスストロークロールのコツとしてはなんですけど、シックスストロークロールっていうのが、なんかこんな感じのフレーズで、で、一番最初と一番最後がアクセントしてるんですね。ここがこうアクセント、してて、ダウンストロークっていうストロークなんですけど、真ん中が、上げながら叩いてる感じなんですよね。なので真ん中がアップストロークっていうやつになるんですよ。だから手を上げながら叩く動作みたいなね。そう。なので、一応動作的には、タッタッタッタみたいな。この4連打叩く、まあ、一番最初と一番最後がアクセントして、焼きそばみたいな。で、真ん中の焼きそば、上がりながら叩くみたいな動作になるのかな。なので、まあ、ちょっとやってみるとしたら、一番最初こう下ろして叩いて、で、真ん中上げて上げて、してるので、こっちに上がりながらダブルストロークしてる感じなんですね。で、今日のプチレッスンのやつのフレーズが、アクセントのところをタムにいってるって感じなんで、上がりながら叩いてる感じなんですね。見えてくるんじゃないかなと